回は海外で活躍する本物の日本人アーティストを大特集。誰か出てこないじゃん日本人は。いやいや、もうこれから続々と出てくるんですよ。今日は日本、はい、海外で活躍する日本人アーティストということで、うん、海外で活躍する日本人アーティスト、まずはニューヨークの街角で聞いてみました。 Well, the late Akira Kurosawa, filmmaker. I was thinking Yoko Ono is her. She also, she's a pianist. 海外で活躍する日本人アーティスト、最初に紹介するのはジャズピアニストの秋吉敏子さん。最後は恐れ多くもフランス大使館の方に聞いてみました。Instinctivement, c'est Issey Miyake. Et puis c'est Rekawa Boko comme des garçons, par exemple. La première, c'est Monsieur Sado, ce chef d'orchestre japonais. 文化3時間、モリューさんがおすすめのアーティストは指揮者の佐渡裕さんです。あのアンディ・ウォーホルに大きな影響を与えた前衛芸術の女王、スタジオでパフォーマンス。かぼちゃですね、これが。これ原画というか。はい。ちょっと今田さん。はい。お。消化しちゃったじゃない、あなたの体の中に、はい、消滅しちゃったの。僕なくなっちゃいましたね。ええ、私モチーフはね、水玉と ネットが主なんです。世界のアートシーンを揺るがす型破りな未来のピカソを探せ、たけしの誰でもピカソ、勝ち抜きアートバトル。はい、またまた始まりました、たけしのアートバトル。今週はどんなチャレンジャーが現れるか楽しみです。楽しみですね。今週の審査員が今度は真島さんが、はい、いきなり初登場です。よろしくお願いします。真島さんの作品、そういえばあれ見た限りで、はい、申し込み用紙なんかみんな忘れちゃったから、あれ欲しいのいっぱいあったよね。ありましたよ。あったあった。もう1個買おう思ってるのはあるんですけど。お買い求めになりました。いや俺買ってないんだよ。あら、ま、2人とも。あら、整備工では作品を拝見。エントリーナンバー1番、小田貴弘さんの作品、タイトルは刺繍です。これはちょっと来ましたですね。おいい迫力してるな。さあ結構いきなり強烈なの出てまいりました。出てましたけれども、どうなるでしょうか。まずはですね、点数を見てみましょう。はい、8点、9点、8点、6点、9点ということで合計が40点です。おー、物をこう良さすめると、物を一つ一つのパートに引きずられて形が甘くなるんですけど、そうじゃなくても強烈なイメージがあって、それに向かって取ったりつけたり取ったりつけたりやった感じがすごく見えて良かったと思います。もう入ってきた時からこうあっていう何かこう迫力があったんで、溶接とかそういうことは関係ないし、これすごく大変だし、見てもすごいディテールまで、すごく丁寧に作ってあるんで、やっぱり人を感動させる何かあると思います。怖いね、これ500以上に怖いの。はい、というわけで小田貴弘さんでした。はい、ありがとうございます。エントリーナンバー2番、中島治さんの作品、タイトルはダボテンです。ダボテン、カッと出てきて、皆さん気が抜けちゃったよ。これダンボールで、はい、ダンボールのサボテンでダボテン。ダボテン。はい。はい、でこれアクセントにこう虫が全部ついてるんですけど、これも全部ダンボールで。虫がダンボールで作ったんですか。ケンちゃん。僕もケンちゃん思い出します。結構これは冒険してみたんですけど、これ一応食虫植物系でこうビヨンビヨーンと。それでは得点見てみましょう。4点、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 6点ということで合計22点です。面白い句はあるんですけど、ちょっとガラクタっぽいかな。なんかもうちょっとこう存在感とかが出るように工夫されたらいいと思いますよね。ちょっとやっぱガラクタ。続いてのバトラーはこちらです。こんばんは。お願いします。上原義春です。はい、3番、上原義晴さんの作品、タイトルは「ピーちゃんおはよう」です。おはよう。タイトル何ですか？ピーちゃんおはよう。ピーちゃんおはよう。ポッピーちゃん？
タケちゃんって言うかな。タケちゃん。さあ、それではですね、まずは上原さんの作品の得点を見てみましょう。1点、4点、8点、3点、めちゃくちゃ6点ということで、合計が22点です。まあ、個人的にすごく好きだっていうことはありますそれからあとですね、実際説明を聞いちゃうとつまんなくなったんで、初め9点つけようと思ったんですけど、説明を聞いてそれが出てきた時やっぱりちょっとマイナスになったかな。本当に確かにカゴの中にですね、本人がこの格好でもっと大きなカゴで入っててですね、喋んなくてたまに何かクッとカゴなんか出てきたら、なんだかさっぱり分かんないんで、僕ら、作る側としては分からないものってのは怖いんですね。これは下の消火器やなんか一切いらなくて、あのカゴだけですよね。それでカゴの中消火器入ってっていうのが全然良かったかもわかんないですね。本人が出てこなければ、すごい高かったと思うでもこれはちょっとダメ押しだったんですね。ちょっとダメ押しだったかもしれない。嫌な方が良かったかもわかんないです。逆にそうやるのが彼の個性かもしれませんよ。身近な感覚で、余分なこと身近な感覚でいやでもそこまで本当にやられちゃうと僕なんかおーってなっちゃうんで、本人が出てきた方が安心してよかった。バトラーはこちらです。こんばんは。お名前を、藤原勝人です。はい、おなじみ。エントリーナンバー4番藤原勝人さんの作品、タイトルはサーチフォーコンタクト展です。展覧会ということで、だからこっちからこう回ってくんじゃないですか、ご挨拶、ご来場いただき誠にありがとうございます。主催者より、はい、書いてありますね純度などありまして、コーヒー飲んだ飲んだ。これなんか外から見てると本当どうでしょうか。藤原さんの作品はこう、ね、燃費がいいというか、お金がほとんどかかってないのに頭がガクンと動くっていう、トヨタの車みたいなもんなんですけど、今回はそれがちょっと燃費が悪かったですね。あ、僕は初めて見たんですごい新鮮で、やっぱりなかなかよく考えてるなと思いました。でこれやっぱり見てる人を見るのが面白いんだろうなっていう、すごくで、そういうのっていうのはあるようで案外少ないんで、で僕は今までこのものを見たことなかったんで、僕としては非常に高い評価を与えたいと思いますけど。藤原さんの作品の点数をお願いします。5点、6点、8点、5点、8点ということで合計32点です。ということは江戸さんが、江戸さんメダル獲得です。そうだったんですよ。おめでとうございます。また来週。